リベンジしに来ました。逆立ちこの花の節引き続けます。なんか雲行き怪しくなってくるぞ。あーさっきので終わったけよかったかな。はい、皆さんこんにちは、ムショカです。10万円企画が帰ってきました。ちょうど1年前ですよ。まさか一番くじにボコボコにされるとは。ちょっと待って。というわけでバンダイから一番くじ昆虫が出たということで、今回も欲しいもの出るまでやってみた。よろしくお願いします。よっしゃ、リベンジしに来ました。もう全開でいっちゃう。いやもう今回はもう1枚以内で欲しいやつ全部もらって帰りますんで。そうなの。というわけで本日もよろしくお願いします。はい、お願いします。というわけでこれですよ。これ一番くじ昆虫、世界の昆虫博物館ということで、今回ですね、箱がでけえよ。 B 賞の逆立ちこの花の節、どうしてもこれが欲しいんで、 B 賞当たるまでくじ引き続けます。全部でくじが80枚あるらしいんですけれども、 B が2つ、 A も2つで、 C、D、E、F、G までフィギュアがあるということで、8回9回に1回はフィギュア出るっていう考え方でいいのかな。回していきましょう。じゃあ今回も当たるまで引き続けていいということで、これをじゃあお借りします。はい、どうぞ。早速1番くじ引いていきます。頼むぞ、 B 賞出ろよ。一発で決めてやるさ。一発で決めてやるぜ。せーの、ドン。 J。 まあそうそう簡単にはいかないですね。せーの、ドン。 OK。 クリアファイルステッカーセット。あ、なるほど。まあ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 欲しかったっすから。なんか前回ね、コメント欄でくじをかき混ぜないと同じのばっかり出るって言われたんで、しっかりかき混ぜていろんなところから引いていきます。せーの、ドン。 K ね。まあ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 、まあ、そんなもんじゃ確率的に。せーの、ドン。 J ね。まあ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 、あー、うん、あ、よー、ちょっと登った登った登ったよ。はあ、うん、はい。せーの、ドン。 J、 J ね、 J ね。ちょっとこれもうテンポで行こう。テンポで、よし。はい。K。K。J。ちょっと待てよ。待てよ。なんか雲行き怪しくなってきたぞ。ちょっと待って。そろそろフィギュア出てもいいと思うんだけどな。せーの。来たぜ、ほら。 B 賞逆立ちこの花の不思議はゲットしました。全部で13かな。というわけで、さすがに視聴者さんこれで終わっていいかなっていう感じではありますよね。いや、せっかくなんでやっぱりね、 A 賞狙いますか。ネプチューン狙いましょう。よし、というわけでネプチューン狙います。3、2、1、ほい。はい、3、2、1、ほい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 。さっきので終わっときゃよかったかな。終わっときゃよかったかな。一番くじをほい、はい。一番くじをほい、 K。 一番くじをほい、 G、 G、 G 出た。 G 出たで、 G。 G ってどれ。あ、 G これや。あ、これ欲しかったよ。こないだ生き物大図鑑でもゲットしちゃったけど、ゴライアスだ。やったね。ちょっと店長さんビビってるでしょ、はい、え、大丈夫かな。あの棚のフィギュア全部もらっていきますからね。この後来たちびっこ泣いて帰りますからね。じゃあ行くぞ、このまま行くぞ。一番くじをほい、 K。 一番くじをほい、 K。一番くじをほい、 J。 一番くじをほい、 J。 あ、苦しくなってきた。一番くじをできたー。よし、ネプチューンオオカブトゲットしました。ちょっと待って、俺普通にいいスルーしてたけど、いいフィギュアやった。ということは、なんと今回 ABG いいフィギュアゲットすることができました。やったぜ、リベンジ成功だ。
今回すごくないですか。ちょっと前回ボコボコにやられたんで元を回収しに来ました。よかったですね。でもこんだけ当たっちゃうとね、やっぱ竹中が逆にね、前回爆死したからうちの周りあの人面白いねってみんな言って面白くないんだよね。1,2,3,4 27回はい、18,900円ですね。700円が27回です。はい、2枚でいけたで、2枚で。じゃあこれでお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。というわけで全ての商品を回収いたしました。ちょっと詳しくはこれちょっとお家の方でじっくり見ていけたらなと思います。というわけで今回青魔堂本店さんにて一番くじ昆虫引かせていただきました。店長さんすいません、毎年ありがとうございました。ありがとうございました。来年もしまた機会があれば、はい、その時はよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。というわけでお家に帰ります。よしよし、やったぞみんな。あ、新居です。ちょっとまだ引っ越したてなんで容量がつかめてないんですけども、今後フィギュアとかも並べていけたらなと思っていますが、とりあえず今回の一番くじ並べてみましょう。というわけでバンダイ一番くじ昆虫2022、これだけの商品をゲットすることができました。ちょっと見ていってみましょう。まずは軽症のクリアファイルですね。これ前回なかったんですよね。裏にはステッカーもついております。これは全12種類ありまして、ハナカマキリとかアゲハチョウとかノコ、カルト、うわー、カレハカマキリかな。相性がタオルでございます。全8種類ですね。クワガタとかは違う種類でありましたけれども、今年はカマキリもあります。カマキリタオルいいね。そしてこれは去年に引き続きアクリルスタンドキーホルダーでございます。今回は台座もついてスタンドとして立つんだね。わっ、平田じゃん。今回も多分原寸大ですね。原寸大にしてもこの平田でけえな。いいな、こんな平田見つけたいな。そしてなんといっても今回はこれよ、ゴライアスクワドリマキュラトスフィギュア、イーショーギラファノコギリクワガッタ、そして今回のお目当て B 賞サガダチコノハナナフシ、A 賞ネプチューンオオカブトフィギュア。せっかくなんでフィギュア見てってみましょう。ではこいつから見ていきますか。オープンザ一番くじ、テイン。うおーうわー、かっけー。これおそらく生き物大図鑑のゴライアスよりでかいっすね。うわー、見て、裏めっちゃいい色してる。あの白ヘリ緑ツノカナブンの裏みたいな色してますね。きゃーすごい。というわけで G 賞ゴライアスクワドリマキュルタスフィギュア。さあでは続いて E 賞いきましょう。オープンザ一番くじ、デイ。よー、うわー、これもいいね。あー、思ってたより全然リアルやわ。いや、これもサイズ感がいいね。これしかもね、ちょっと多分左右の内視も上下ずれてる感じとかもね、再現してるんじゃないかな。あ、いいですね、リアルリアル。まあでも生き物大図鑑を見続けてきてるんで、感動に関してはそっちに軍配が上がるかもしれませんが、こっちも素晴らしいです。いい賞ギラファノコギリクワガタ。わー、ネプこれいいんじゃないか。かっこよさそうやな。オープンザ一番くじ、デイ。でっかー。うーわー、これはすげー。うわ、俺ちょっと舐めてたわ。これはちょっと個人的には生き物大図鑑のネプよりすごいんちゃう？まあ、重さもそうやけど、まずデカさ？やば、かっこいいな、これ。いや、なんかね、こう、生き物大図鑑とはまた違ったペイントですね。ここのボコボコ具合とかやばくない？標本やろ。うわ、すごっ！うわ、この目つきとかすごいな。本物やんけ。いやー、感動。A 賞ネプチューンオオカブト。さあ、じゃあラストこれいきますか。これが欲しかったんだよ。じゃあいくよ。オープンザ一番くじ、デイ。うーわ、やっべえこれ。うーわやりすぎやろ。
いや、バンダイさん、これはどう考えても A 賞こっちやろ。ネプと力の入れ方違うやろ、これは。うーわ、これは女子が見たら発狂するわ。クオリティすげえ。こちらマレー半島などに生息する世界で一番重たい昆虫の一つとも言われてますね。逆立ちコノハナナムシ、虫よがの手と比べてこの大きさです。やば、かっこいい。うわ、俺生きてるこいつに出会うのが夢なのよ。うわ、これは一番くじ引きに行ってよかったわ。最高だわ、これは。というわけで、バンダイ一番くじ昆虫世界の昆虫博物館、7月9日より全国ホビーショップなどで販売開始しております。フィギュアが当たらなくても他の賞もすごく豪華なので、お小遣い持って挑戦しに行ってみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。ムシオカでした。8月12日戸塚公会堂で開催される夏休みの音楽イベントに出演することが決定しました。概要欄や SNS に詳細書いております。チケット販売中ですので、ぜひとも遊びに来てください。